はい、こんにちは。バサカモンキーズのゲンゲンと。絡んだすごいやっかちゃん、ダブルクロスを飲んで頑張りたいと思います。グッサンです。カズです。お願いします。お願いします。ということで、今回もモンスターハンターダブルクロスやっていきましょう。はい。さあ、今回ね、早速。なんで今回もちょっと2体。すごい流れるように始めるから、ちょっとなんかツッコミやろうかなと思って。すごい、真ん中のやつが一番ボケてどないすんねんとか。地獄やな、おい。ね。あの、地獄やな。なんか、あれなんよな。なんかその、さっきさ、始まる前にさ、ちょいちょいなんか喋りながらさ、なんかあれやん、準備をさ、整えていきようやん。なんかあの、撮影の準備を。はいはい、なんかその間になんか必死に考えて、これ言おう、これ言おうって考えとったんやろうなって思ったら、なんかちょっと、なんていう言葉かけたらいいか分からんないって思って。その、かわいそうみたいな目線で見られてたってことじゃん。いや、うん。そうない。かわいそうというか、なんか、うん。どう絡んでいいんかなみたいな。いやいやいや。なんかあの、ゲロ吐いちゃった子にどうやって声かけようみたいな、そんな感じの。うん。ということでね、今回ラギアクルスまずちょっと行きましょう。今回も2体行くんでね。今回ラギアクルスと、タマミツネ。2体いきましょう。いいね。まずラギアクルス。これだからトライ G のな、パッケージモンスターやから。いや、あの、トライス。トライ G はね、トライな。ブラキディオス。トライ G しかやってないから。危ねえ。あ、ほんまや、トライ G そうや、ブラキディオスや、パッケージ。そうよ。これちょっとモンハン大好きおじさんに怒られるよ、俺。モンハン大好きおじさん、もしくはモンハン大好きキッズに怒られるよ。あ、かかってこい、キッズ。おじさんも。おい、キッズに対しては強い。わ、ちょっと待って、一旦ちょっとごめん、消すわ。え仮技。ああ、危ない。ああ、なるほど。危ないよ。ビビさん、なんか、キッズをほんまに消すんか思って。OK だ。はい。待たすな。ああ、全然大丈夫っすよ。悪かった。待たせて本当に悪かった。あれ土下座でもしようか。なんでええって。積極的に土下座するやつ嫌やな。ちょ、誰かお食事券使う予定ある？いや、ないっすね。ないっすね。そうですか。え、何土下座でもしようか。バカロスに何まあ、それなら謝罪だけじゃないんや。懇願するパターンもある。うわぁ、どうしようかなぁ。あ、ごめん、俺がめっちゃ時間食っとるな。ごめんな。いいよ。いいよ。構えんよ。ええわ、お食事券使おう。なんで？オーケーだ。よし、じゃあお前たち、準備はいいか？時間は待ってはくれないぞ。行くぞ。時間は待ってはくれへんし、俺らもめっちゃ待ってたんよ。さっき待って。時間は待ってくれへんけど、お前らは待っとってくれたんや。あ、俺らは待ってくれた。だいぶ待ったな。時間だけ先行っとく。待つべきものは仲間やな。時間だけ先行っとうから、俺ら3人しかおらんねん、今。あ、そう。マルチプレイの4人目、時間やったんや、まさかの。時間やった。それは知らんかったわ。だから、まさかの。1話から待ってくれてへんやん、じゃあ。その1話から置いていかれとったの、悲しいな。4人目の時間に知らんかったの。登場人物の俺ですら知らんかったの。意外とな。急な告白。あ、おるぞ。何だよ。あ、そっちか。くそ、そっちか。一番遠いもたるいわ。うわ、出た狩猟兵。あいだ。今回もお願いしますね。あ、よろしくお願いします。ただ攻撃お願いします。攻撃。あ、はい。はい。素直。ちなみに、ガチで、うん、1週間ぶりです。モンハン。でしょ。うわぁ。今日、久々にやっとお前、ちょっと意識低いな、カーズ。グッサン、今日の夕方やっとったのに。今日ちょっと、ね。に。もう、スイッチの電源を充電するところ始まったからね、今日。スイッチと疎遠になっとるやん。そう。スイッチ自体と。うん、もう嘆いとったやろな、スイッチもなんか、ほこりかぶりながら。遊んでよーって。怖いわ。怖いわ。遊んでよー。嫌やな、そんな。遊んでよ、カーズン。遊んでよー。ひき肉です。ひき肉やってんや。衝撃的なんです。カーズ、ひき肉と同性説が。いや、急に浮上。お前が勝手に、お前が勝手に言うただけで。そんな、ああ俺が。お前がひき肉とさえ言わんかったら、お前、こんなことになってる。あいって、ええー。ひき肉どころじゃない。ラギアクルスなんかな、うん、ありやねんな。変わっとんのよ。変わっとんの、増えてるな、なんか攻撃パターン。うん、すごいな、心なしか。前、こんななんか雷、ぎょうさん出してなかったよ。そう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 。ね。
ちょっとな、雷オタになっとんのよ、あいつ。あのあれ、雷が落ちて、何メートル先かみたいなのを即計算し出すやつ。それ雷オタなの？おらんかった。これ雷オタです。おらんわ。小学校とか、ちょうど習い立てやから。習い立てでおったかな、どうやろうな。おじさん覚えてないな。なんせ、昔のことだから。まだ24やろ、あんた。おっさんやねんて。それでおっさん。バイト先で子供におじさん何してるのって言われた時ちょっとショックやった。それはショックやな。あん時まだ、うわ、あん時まだ21とかやねん。ひどいな。親呼んで土下座させようかなと思って。怖めっちゃ恨み持ってるやん。ムーブがおじさんやった。厄介おじさん。それはしかも結構老害目のおじさん。老害目の。あーすげえ、バレットゲイザー2。ちょうど爆発するところでカメラを逆の方向に向けてしまうという失態つき。あんま分からん感じで撃ってたやん。処女バレットゲイザーやったから今、うん、なんでええてって言われたの。別に何も悪いこと言ってないよ。ちょっとえぐいね、ちょっとえぐいね、処女はえぐいね、ちょっとえぐいね。下ネタの度合いとしてはちょっとえぐいね。いや下ネタじゃないから。下ネタやん。下ネタちゃうんやけど。下ネタやな。いやお前知らん、処女公開とか言うからな普通に。ああそう、そうやで普通に。だってバージンロードとか言うやん、あの結婚式のあの歩くとこ、処女道。そうそうそう、普通なんやってこれ。ああ、だからなんかスが英語では性別を意味するみたいな感じなんや。もうええて。なんかその日本人だけなんや、その敏感になったの。取り返しつかんの。絡まんかとやった、絡まんかとやった。どんどん親の前で再生できんのがなっていくよ。ゲンゲンか、その俺が突っ込んだせいでそのゲンゲンが説明をせなあかんから。それで少女ぶっさんやねんな。もうしまった、お前船降りろよ。船やってんよこれ。このさっきまでワンピースの、 あの無料配信見とったから。あ、出た。ちょっとワンピース脳になって戻る。いやいや、ワンピース脳。なんか脳内、ええやろワンピース脳。脳内メーカーみたいな感じ。仲間改造にする。脳内ワンピースしかないみたいな。ああ、ワンピースかエッチかみたいな脳。きっしょ。陽キャの脳みそや。いや、陽キャの脳みそなん。陽キャの偏見がもうなんか偏見を通り過ぎてもなんか偏りレベル100みたいになってるけど。今回すごい敵に回す人が多いよ。前待ったな、こんな時期。まあまあ、ったね。グッサンな。あ、主に。主にグッサン。主に。まあまあ、敵の登場戦物語なんかないからさ。やっぱこれを物語とするとやっぱ敵はおった方がいいよ、やっぱり。まあまあ、作るっていうのはなかなか聞かんけどな。敵がおらな強くなれんよ。悟空やお前。悟空なん。いや、悟空だってお前た強い敵おらんかったらただの極潰しやから。いや俺別にその強い敵が欲しいわけじゃないから。あ、敵はおった方がいいよねっていう話で。悟空みたいになんかおめえ強いのかみたいな。強い敵ほど嬉しいですみたいな。狂気乱舞ですみたいな。そんなノリじゃないから俺も。あ、ちゃうん。俺もう今回ラギアクルスの話全然しないけど。俺がもう初っ端でなんかラギアクルスの情報ミスっただけやけど。引き肉ですって言うてもたばっかりに。悟空だな。あそこから歯車が来るって。そうそうそう。ひき肉ですからもう歯車来ると。そうです。じゃあもうちょっとちょんまげ小僧に詫びてもらうな。なんで、あのちょんまげをカットしてもらって。ちょんまげないから。ないねん、あの子ら。そう、びっくりした。俺動画見て、ちょんまげ言うてへんやんって思って。ちょんまげ言うてへんやん。言うてへんやんってやめて。言うてへんやんって、そういうあの結ぶの方の言うてへんやんやろ。ああ、言うてへんやん。あの説明せなあかんから、それ分かりにくいから。字幕つけんから、この動画な。あ、言うてへんやんってわざわざ言うのやめて。すごい絡んでくる。なんでちょっと嫌そうやん。いやいや、まさか言うてへんやんってそんな絡まれるとは思ってなかった。いや、お前のボケフォローしただけでなんでそんな嫌そうに軽減に扱われなあかん。めっちゃ絡んでくるやん。いやいやいや、ちょっとバレットゲイザー行こう。バレットゲイザー痛い。これは時間差で爆発するあの地雷みたいなやつですね。地雷みたいなやつね。お前らどう？どこに仕掛けた？地雷。ハリワザ行ってみたら。待って、地雷どこに仕掛けた？いや、もう爆発したよ。あ、爆発した。よかった。
うん、またそこらに地雷埋まっとったら俺らが踏む可能性があるから兵士やんお前戦時中の兵士やん怖いやん地雷、地雷が一番怖いねんな。すごいな。いや分かっとるけど地雷系女子も怖いし、地雷系女子は確かに怖いからそれは否めん。チャージショットこれどうやんの。チャージショット始めて、これで、あ、これでも好きな時にチャージして撃てるんか。あ、すげえ。うわぁ、痛い痛い痛い。何一人で撃った瞬間発信されたから、あの、この凄まじさが伝わらんかった。あ、引きずってる。お引きずっとんな。すまん、俺らは別の話しとる間に。ダイヤクロス、タコ殴りにされとったから。ためとうぞ、ためとうぞ。気をつけろ。気をつけろ。うわ、すげえ。ええけど、何やねん。何やねん。なんやねん、感想を言うだけでええてって言われなかった何喋ればいいの。すげえっておー、これすっげえぞまた動くなってるやん。あ、俺やっぱこれやばいやばいやばい、助けて助けてじゃない、助けて助けて、トイドバイじゃない、トイドバイじゃない、バレットゲイザー2、バレットゲイザー2やん。あぶね、あ、セーフセーフ。バレットゲイザー2じゃ無理、無理よ。バレットゲイザー2じゃ助けられんかった、買わず。いや大丈夫、生きた生きた。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。助けるつもりない。ちょごめん、あの喋ってなんか。え？あごめん。ちょっと今必死だった今。ちょそろ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 死ぬかもしれんから喋って。ここ切れへんか。ああ。ああ。喋って喋ってで倒されるっていう。じゃあ俺も次あのなんか他の弾使おうかなと思って無口になってみたから。なんかちょっとお前らに喋らせようと思ってそのつなぎの間に。すごいやっぱ。そしたら倒すの。二週間ぐらい空くと。喋りもモンハンも下手になるという。そうだね。やばいな、もう過去一喋ってないもん俺。多分確かに。あんま喋っとうとこ見てへん今日。確かに俺とグッさんがずっとなんかやり合っとった感じやな、うん、今回。ごめんか。いやいやいや。喋らせるようにするわ。いやむしろ俺が悪いわ。ちょっと全然喋らなかった。これはごめん、俺回しの俺の落ちだよ。もう悪い悪い。はい、ビーガン登場、ビーガン登場。あ、グサッタコ持ってるぞ。ビーガン登場。これカーズにあげよう思ったのに。じゃあ次、玉三つねね、行きましょう。玉三つねか、昔の玉三つね知らんねんな。昔の玉三つね。今の玉三つね。そんな昔ないよ、このゲーム。三つねくんね。三つねくんってやめて。いや、三つねだって押すしかおらんやん。あー、なんかすらしいな、なんか。うん、玉ミツネメスっぽいけど実はオスですみたいな。そうそうそう、見たわ X で。 X だよ。うん、らしいらしい。カーズ覚えときよ、これ大事やから。テスト出る？出るよ。出る出る出るんかい。玉ミツネ検定で出るわ。玉ミツネ検定やばい。わ、これ気になるな。招き猫の悪運クエスト開始時に不幸な出来事が起こる。どっちどっち、すごい。なんか人生ゲームこれ。なんか同時に招き猫の幸運も発動するみたい。あ、そう、クエスト報酬でもらえるアイテムの数が多くなりやすい。うわ、何が出るんやろ。パルプンテみたいなことやんな、これ。身内に不幸が訪れるとかやったら嫌やな。あのクエスト始まった瞬間、え、おばあちゃんがみたいな。嫌やな。おかんから電話来るんやろ。ちょうど確かに嫌やな。始まってすぐ。嫌やな。不幸の適応範囲広すぎるわ、それ。それありやったら何でもあるから。やばすぎる。なんか倒れてんけど。え？酔ったわ、酔ったわ。え？ああ。ああ。ああ。お酒やったんか。お酒やん。ああああ。どうしよう。これじゃあ借りに行けないよ。まあやめる？やめるか、じゃあ。ちょっと一体やけど。うん、今回はこれでも俺ちょっと一つ心配なのが、これラギアクルスだけで終わっていいんかな今回っていう。ラギアクルスが結構放送事故やったから今回。確かに、あのこれで終わっていいんかなっていうそこの懸念が。最悪ゼロカットまでありえるからな、ラギアクルス。いやラギアクルス なかったことにされる、まさか。不純すぎる、結果りすぎて。ああ、なるほど。確かに編集時の俺の気分次第では丸々カットの可能性もあるよ、ね。行きますよ、じゃあ。はいはい。はい。お願いします。本日も。本日も、ね、お願いします。いい狩り日和で。あ、お願いします。どうぞ。問題やっておりますか。一狩り？ん？行こうぜ。行こうぜ。やったやん。やればできるやん。ちょ
と今日やらんのかなって思ってムズムズして自分で言うちゃった。ああ、ま、待っとったんやちょっと。そうそう、ちょっと待っててんけどな。ごめん、ちょっとあのえぐいねんけど。何が何がステータスえぐいんやけど。ステータスがえぐい。ほんまやん。え？元元の体力。元の下しかない。悪運、猫の招き猫の悪運が思ったより悪運やって。すごい。ハードものすぎる。え、これ携帯食料もう一個もらっていい？あ、いいよいいよ。うん。いやごめん、もういいよって言われる前にもらってもたわ。いや。まあまあ非常事態やからな。やばいやばい。えぐすぎ。誰誰誰。これはもうなんかまさにひき肉ですっていう感じやった。ええって。そこから歯車狂うんやから。もう。ひき肉ですのせいやねんな全部。あのひき肉ですの動きが歯車をずらす動きやねん。あれ歯車 ずらしてるから。そんな怪力な。ああ。あれで両手でやんな。そうそうそう。グインって離しとんやんな。あのモーションでそのこの後に起こる悪い出来事の歯車をずらしていいことしか起こらんようにしてる。すごいお前。あ、これ陰謀論好きそう。なんでそのなんて出会い頭に俺回復薬飲まなか。ちょっともうしょうがない。嫌やわこんな。こんな狩り嫌やわ。こんな狩りは嫌だ。フリップゲー、フリップゲーになる。玉三つねすごい画力で描かなか。うわ確かに。あ、いてて結構投げ払ってくる。それ気をつけろ。もう全方位、それ高圧高圧洗浄機やから。すごいな。全方位は言ってないけどな。全方位言ってたよ。ナイスナイス、いいよ頑張れ、はい、応援応援頑張れ、応援いいよナイス、昭和応援惰性でやってる。あ、やばリロードしなかった。いいよいいよいいよ感情がない、こいつ。お前ら働けよ、ちゃんと。怖い怖い。嫌な上司。来たナイス。少子少子でも、バカにされた。悪役しか言わへん。少子って言ったの、今。なんて言った今。上司、嫌な上司。あ、嫌な上司ね。嫌な上司って言った。少子って言われて、バカにされたんかと思った。これ360全部いくやん、これ。ほら、言うたやん。何これ嘘やろ。入れ散らかし。おー、ナイス。ナイス、ナイス。頭壊れました。ナイス。頭おかしくなった。なんか段階あるよね、多分。頭。こいつ全部落ちんねん、花びらみたいなやつ。おそらく。へぇ。花占いできるの知らんけど。そう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 。結果、毎回一緒なんや。一緒やな。気分次第やな。結果変わらんねん。どっちから始めるか。そう。どっちからスタートするか。4つしかないもん、こいつ。味気ないな。もうちょっとドキドキさせて。怒ってらっしゃる。てて今怒ってんのじゃん。さすがに頭のヒレで鼻占いされたら。お前だけやねん。やろうとそのお前だけやねん。それだけ。これは全方位、全方位、全方位。全方位、長これ。よければいいね。おぉ。はい、バレットゲイザー決まっちゃう。爆発してるやん。チャージショットも決めに行く。あ、やばい、滑る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 。やばい、滑る滑る滑る。消散剤、消散剤。よし、よしみたいな。よしみたいになってる。よしみたいになってる。あ、もう結構治るの早いんや。早いな、意外と。なんか動いとったら取れたわ。じゃあ、ええか。ないか。たぶん水でな、治るんよな、これ。あ、そうやばい、やばい。ああ、うん、たぶんな。細いビームやの、ほんで。うわ、どうしよう。なんて細いビーム。高圧なんや。な、それゆえ。細い、それゆえ、高圧。うん。あの、歯と歯の間な、にやってほしいね、あれ。あるな。プシュってやるやつ。そうそう、絶対気持ちよさそうやろ。気持ちいいね。取れるよね、なんか、お肉とか挟まったりしたら。ね、ほんまにな、一回の食事でめっちゃ挟まんねんだもん。そうだよ、なんか。めっちゃ挟まるよ。出た、悩み相談、悩み相談始まった。悩み相談。まず、歯医者行けって言われる。いや、歯医者で終わるやろ、歯医者行けで終わる。いやろ、歯医者行けで終わるやろ。歯医者もその程度で来られるの嫌やろ。2個挟まったんですけど。いや、そんな玉みつねのあの水しょってするやつで、なんとかしてくださいって言われる。すげえ詳しい。歯医者さんすげえ詳しい。モンハンやってる。え、玉みつねをご存知でってなるやん。そっから話弾んじゃん。玉三つね話が。玉三つねはね、いいよ。頭のヒレで鼻占いするのがいいんだよ。わかりますよ。
その人もその人もそれやってんやみたいな、やっててんやみたいな、それも結婚しなあかんレベルやろ。そこで通じ合ったらめっちゃ、ここ行った、どこ行った、どこ行った、こっちか、だいぶ端の舞台効果や。おお、すごいすごいすごい、おー、すげえ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 、いつもより多めに転んでおります。自分の泡に滑っとる感じになっとるよ、こいつ。ちょっと出しすぎたかなみたいな。え、このさ、効果弾とか鬼神弾とかあるけど、これってハンターに向けて撃つってこと？あ、そうそうそう。あ、そうなんや。これじゃあちょっと撃ったるわ、お前らに。味方に爆破かける。弱小のお前らに。やめてやめて。一緒に狩る仲間に。仲間に銃を向けるか。かわいい銃を。お、ナイスナイス。おー、カズもいったな。あ、ほんまや。これ片方当たったら、あれなんや。両方いけるんや。そのくせなんか急に顔面で鼻占いとか言い出すし、意味わからんこと。ええやろ、そんな。はい、阻止。高圧洗浄機阻止。ケルヒャー。腹いせに。ウヒャーじゃないわ。カーズ。やられとる側なんや、それ。いや、ケルヒャーって言ってた。ウヒャーじゃないわ。ウヒャー、ウヒャーとは言ってない。あ、ウヒャーって言ってない？ウヒャーとは言ってなかった。すごい、ウヒャーに聞こえてんけどね。え、ケルヒャーとは言った俺は。ケルヒャーって、あ、ケルヒャーね。あー、ケンケン。高圧洗浄機でやられた。ケルヒャーでやられたわ。ケルヒャーでやられた。おい。ああ、ケルヒャー。ケルヒャーでやられてるやん。なんだかんだ動画内で死ぬの初めてや、俺。確かに。まやな。収録外気の緩みです。収録外は死ぬほど死んどる。そう、収録外ではまあまあ死んどる。急げ、急げ。ちょっと待って、あの動画撮ったの元気やから。そうですね、私の画面が動画になりますので、はい、一番やばいやん、空気読んでいただいてね、ちょっとね、画面します、走れメロスだ、急げ急げ、走れゲロス、ゲロス、うん、あのゲンゲンのゲーでゲロス、汚いな、汚いやめろ、俺の名前からもじったんやぞ、汚いやめろ、俺の名前ごと否定しとる、それろ、名前が汚いからな、ゲンゲン、親にとりあえず土下座してもらっていい、最大級の悪口は、これがフィーバーでとどめ、大体で俺が太めますあー、グサに当たったもん、俺が太めます、まあまあまあ、テヘペロ案件かな、これは、ね、これはちょっとテヘペロ案件です。競争団でとどめ、競争団でとどめ、競争団、次は拡散団、どこ行った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 、全然さ、早させてください、とどめ、拡散弾でとどめ、相手拡散弾でとどめ、拡散弾でとどめ、刺してくださいよ、しぶとこいつ、全然しない、しぶといね、カーズ何もたも出しとんねん、しぶとい、早くやっちまえよ、自分と手で味あやめるだけやってるやもん。お前のケルヒャーにやられたんだ俺は。俺のケルヒャーじゃないわ。お前のケルヒャーじゃなかった。ケルヒャー自体はこいつだと思うぞ、多分。一体ね。ケルヒャー自体はこいつなんや。ケルヒャー自体はこいつだと思うぞ。でもやっぱ、カーズのケルヒャー発言がなかったらな。ああ、やってもた。ケルヒャー倒した、これで。ほんまや。その、ケルヒャー故障や。無機物にすんな。生きてんだよ、こいつも。ケルヒャー故障した。でも死んでるから。あ、確かにそうや。もう死んどった。殺した後に言うとも。すごい野暮な発言。カーズのなんかケルヒャー発言でちょっと。なんで勢い落としたから俺。あれは罪なかった俺は。いやいや、なんか玉三つねのケルヒャーにというより、カーズの発言でちょっとなんか勢い落ちた感じあるな。あれは、うん。そんな発言力あったあれ。うん。悔い改めよう案件。政治家並みの発言力やったんや、さっきの。やばいな。やばい。カーズ声だけでかいからな、ほんま。普段小さい言うてるやん、でも。ああ、そうか、確かにラディアクルスの時一言も聞こえなかった声。いや、でもケルヒャーに関しても結構聞き返してたからね、もう。確かに、あの初見でウヒャーやったから俺聞こえたの。なんかちょっと不幸よね、今回タマミツネとラギアクルスってことな、なんか。タマミツとラギアクルスも俺らの雑談の片手までやられてるからね、今回。屈辱の極みやろ。確かに今回の回に当たってしまったばっかりにな。全員不幸やったな、今回は。お前残念。俺も悪運やったし。招き猫の悪運やったし。招き猫やったし。招き猫ではないけど、俺は。招き猫ではなかった。招き猫やったしはちゃうのよ。話変わってくるから。置物になっとるか、俺。そんな、あれよ。
ハゲ薄くなかったよ、俺。むしろ俺の口数が一番多かった、今回。そうやね。うん。なんじりじり寄ってくるのな、なんなん、気持ち悪い。双方からじりじり詰め寄ってくるの。ちょっと寒いからな。あの、そう。ほんまや。おしくらまんじゅう、おしくら。そのゲームでイチャイチャするみたいな、なんなんそれ。気持ち悪いんだ。そのはい、ということでね、今回ここまでにしたいと思います。はい。もうなんか無駄に長くなっちゃったよ。2体やのに。確かに。ほんまにね。伸ばして、伸ばしていく。うん。ケルヒャーでね。はい。ということでね、ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。次回変わるやつやんなくていいん、そういえば。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫。